さんやばいです。あのコンセントの穴があるじゃないですか。あの穴の中にココちゃんが指を入れてしまって、でその後少しなんかビビーみたいな感じになって、大丈夫かな、ココちゃん感電しちゃったんですかね。コンセントの穴に指入れたら危ないですからね。どうしたらいいんだろう。とりあえず救急車呼んだ方がいいんですかね。とりあえずですね、何かあるとまずいので救急車を呼びました。もうそろそろ救急車が来てくれる。よかった、来てくれました。いや本当に心配だな。コンセントの穴に指を差し入れるって本当にまずい行為でございますからね。シュンズ TV です。過去の動画見てくれた人分かると思うんですけども、シュンズ TV の部屋にダンボが来ました。そしてお母さんのジャンボが行方不明ということで、私とココちゃんで昨日探しに行ったんですけども、全然見つからないんですよね。とりあえず隣の部屋のトイストーリールームに入っていきたいと思います。さてトイストーリールームの前まで来ましたよ。なんか今日ザワ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 聞こえてくるな。一体おもちゃたちどうしたんだろう。おもちゃの皆さん、おはようございます。今日もですね、ダンボのお母さんのジャンボを探してあげた。すごいジェシーとかボーピープとかバービー、女の子のおもちゃたちがダンボのことを慰めてあげています。優しいですね皆さん。それにしてもですね、なんかみんなが一箇所を集中して見ているんですけども、一体これは何なんですか。見張りの天才のお猿が気づいた。このコンセントの中に何かがいる。神様。ええ、このコンセントの中に何かがって、そうか、さすが見張りの天才のお猿ですね。でも待ってください、このコンセントの中に何かがいるってなんでわかったんだろう。本当だ、何か音がする。チューチューチューみたいな感じで音がするんですけども。おー、じゃあこのコンセントの中に指を入れてみようか。ダメだよバターカップ、このコンセントの中に指入れたら危険だよ。コンセントの中に何かがいることは確実です。でもあんなところに絶対に指を入れてはいけませんからね。あれはもう危険でございますから。それに、みんなおはよう、今日も元気に遊ぼうよ。ココちゃんが来ちゃった。チャンネル登録してくれるの待ちきれないよ。いやー、ココちゃん今ドアから入ってきましたけども、ちょっとさ今日もさ、ダンボのお母さん探そうよ。ダンボのお母さん探したいところなんだけど、ココちゃん聞いて、緊急事態だよ。あのコンセントのところに何かがいるみたいなんだよ。だから朝からおもちゃたちみんなで騒いでるんだ。そうなんだ。じゃあさ、あの穴の中さ、調べればいいんじゃないの。調べたいんだけどさ、どうやって調べようって感じなんだ。そうか、じゃあさ、僕がちょっと今から指入れて確かめてあげるよ。え、ダメだよココちゃん、指なんて入れちゃう。大丈夫だよ、こうやって舐めて濡らした後に指入れれば大丈夫じゃない。ちょっとココちゃん、舐めた後って確か、何でも知ってるスマイリーロックさん教えてください。指を舐めた後コンセントって、ああ、最も危険じゃよ。水は電気を通しやすくしますからね。マジかよココちゃん、ダメだって、指を舐めた後入れるなんて。じゃあどうしたらいいんだよさ。あのコンセントの中確かめたいんでしょ。確かめたいんだけど、何かいい方法ないかな。ココちゃん、他の方法考えよう。もしココちゃんが指入れちゃったら本当に感電して救急車を呼ばなくちゃいけなくなりますからね。分かったよ、じゃあさ、スマイリーロックさん教えて、どうしたらいいかな。ああ、ココちゃん、電気を通さない素材もありますよ。例えばゴムは電気を通しませんよ。そうか、電気を通さない素材か。よろしくお願いします。よし、これで完璧だ。ストレッチはゴムでできています。もう完全にゴムですからね。そしてリトルグリーンメンたちもすごく柔らかい素材でできていますので、この力があるおもちゃたちがみんなで一斉に引っ張ればきっとこのコンセントの中に何がいるかわかるかもしれません。じゃあ僕はここでお利口さんに見守るよ。偉いねココちゃん、ちゃんと分かって。よし、じゃあみんな準備はいい？せーので、ストレッチを引っ張ってください。ストレッチの足はすごく長いです。今現在コンセントの中に届いています。いきますよ皆さん、せーの。おー、いや
やーみんな力強く引っ張りすぎて倒れちゃいましたけども、ストレッチが確かにこのコンセントの中から何か取り出してくれましたよ。これってね、ネズミ？ネズミだけども、でもなんかサーカスにいるネズミっぽいんですけども、もしかしてこれってダンボの仲間？ダンボってサーカスにいるって言っていましたけども、あーなんとこのネズミはティモシーというそうなんじゃよ。ダンボの仲間で、突然ダンボがいなくなったから心配で探し歩いていたそうなんじゃ。そしたらシュンズ TV の部屋で見つけたから、コンセントのところから来たそうなんじゃよ。そうか、ネズミは小さいですからね。それにダンボの仲間のティモシーが来てくれましたよ。きっと格好的にサーカスの仲間なんですかね。皆さん、これでダンボのお母さんのジャンボを探しやすくなったと思います。わざわざ来てくれてありがとうティモシー。小さいネズミだからコンセントの中に入ることができたんですね。そして皆さん、ココちゃんも分かってくれましたけども、コンセントのところは本当に危険です。電気がビリビリって流れてそのまま病院に行くことになりますので、絶対にコンセントの穴の中に指を入れないようにしてください。そしてですね、ダンボもティモシーもとっても心配しています。お母さんのジャンボを早く見つけてあげたいと思いますので、どこにいるんでしょうね。それでは皆さん、またお会いしましょう。さようなら。今一番行きたい場所はエステ。どうもセレモニーです。いやー、2階でバタバタ騒がしいなと思っていたら、まさかネズミがコンセントのところにいたんですね。でもココちゃんはコンセントに指を入れなくて偉かったわ。本当に危険ですからね。セレモニーさんに質問です。炎上の意味を知ってますか？あの芸能人とかがね、よくあのネットで炎上したとかありますよね。まあ本当にインターネットって便利ですけど、みんな人の悪口とかを書き込まないようにしないとですね。自分が言われたら嫌なこととかですね。セレモニーさん質問です。ココちゃんのこと好きですか？ココちゃんには結構厳しくしちゃうんですけども、でもシュンさんとココちゃん二人で旅行に行った時とか、やっぱ少し寂しくなっちゃったりしましたね。で、ココちゃんのことは大好きです。セレモニーさん質問です。お便秘怪獣うんこマンを知ってますか？あーなんかクレヨンしんちゃんに出てきましたよね。あのココちゃんがですね、クレヨンしんちゃん大好きで毎日見てるので、それで見たような気がします。あのしんちゃんのお母さんのミサエの悩みですけども、これは結構女性がねなりやすくて、あのココちゃんもですね、あのお便秘でして病院に行ってお薬もらったりしてるんですよ。本当にね、お便秘って辛いんですよ。だから男性の皆さん、ぜひ女性に優しくいたわってください。それにしても今回ダンボたちがシュンズ TV の部屋に来ましたけども、ロッツォが洗脳した新しい敵って本当に何なんでしょうね。今日も子供たちの皆さん、幼稚園、保育園、学校、お疲れ様です。大人の皆さん、仕事に家事育児、本当にお疲れ様です。よかったらチャンネル登録と高評価もお願いいたします。またねー、バイバーイ。